お花などを包む不織布を使ってコスモスを作る作り方をご紹介します。不織布を10センチの幅に切ります。それを半分に折ります。ハサミで切ってください。丸まっていますから裏返します。2枚合わせたまままた半分に折ります。切ります。これで4枚になりました。こう半分に折りましょう。次にピンキングバサミを使います。ピンキングバサミで重なっているところをギザギザに切っていきましょう。つなぎ目のところはギザギザが合うように気をつけて切ってください。これを約 1.8 センチから2センチぐらいの幅に切っていきます。次に白の上質紙を 1.8 センチから2センチぐらいの幅に切ります。で、正方形に切っておきます。黄色の色画用紙で真ん中の丸い部分を作りました。水のりを使って貼り合わせていきます。まず白い紙の上に先ほど切った不織布を真ん中にくるように置きます。真ん中に水のりをたっぷりとつけます。1枚剥がして十字になるように貼ってください。この十字を剥がします。次の1枚は取ります。ここに糊をつけます。下に上質紙があるので糊が下まで通りません。また十字になるように貼ってください。これを45度傾けます。そして、糊をつけたら、先ほどの十字をこの上に重ねて、また糊をつけます。最後に、真ん中に黄色い画用紙を貼れば、コスモスの出来上がりです。色の違う不織布を使うと、濃淡が出て綺麗です。